はい、どうも。はい、トルジェンジ、ご飯の時間です。ありがとうございます。さあ、行きましょう。いやー、もう今日はもうとんでもないことになってます。ありがとうございます。どうでしょうか。サイボシポテト。サイボシポテト初でございます。ありがとうございます。これもボンバーさん経由、違う、ボンバーさん友達経由のぐるんぐるんのやつ。ありがとうございます。発信ボンバーさん。到着、終着駅、木島。ありがとうございます。そしてこちら。ピンキーさんからいただきました。あれ、これ飲んでみたかったんですね。だから焼酎ハイボール共演の味、岩下の新生姜割りでございます。これ飲んでみたかったんですよ。もう珍しいのばっかり。もうピンキーさんです。さあ、いきますよ。はい、乾杯乾杯乾杯です。はい、あ、これ、ね、飲む前から正直言うと香りきてたんですね。今日のこのメンバーすげえから。まあピンキーさん、ボンバーさん、方向性は違えど、めちゃめちゃパワーある元気なお姉さんです。お二人ともありがとうございます。うん、あ、そしてこのじゃがいもはうちの母の姉、こちらも元気なお姉さんでございます。あ、そしてそうだ、いやーもう2個は、あー、おいで、うちの母の姉、残りの3つはうちの母の同級生、恵美子さん。めちゃめちゃモテモテの人みたいじゃないですか。全部女性からいただいたやつ。絶好調です。うん。全部元気な。元気いっぱいの女性から。おほ。あっか。お姉さん方かな。うん、うん、いただいた。食料ばっかり。あ、おいしいな。味付け何もしてないです。塩も。胡椒も何も一切してない。もうサイボシの味が十分強力ですから。ちょっと前で言ってみようか。お願いします。ありがとうございます。うん、そりゃもうそうだ。はい、どうで、うん、すげえな、ほんとおいしいな。ピンギーさんさすがだね。うん、だから焼酎ハイボールは東京下町の大正酒場で生まれた元祖酎ハイの、もそこはいいな。うん、毎年やったのかな。いいね、このコラボ。いいね。うんうん、おいしい。うん、いいね、こういうの。
来年にはね、僕んとこもいよいよ、ありがとうございます。もう行っちゃいましょう、少しだから。こちらマレーシアからありがとうございます。うん、うん、これ美味しい。こちらマレーシアから遠藤さんです。あります。うん。あっちゃ美味しい。うん。ごめんなさい、話飛び飛びで。あれよ。あっぱ。どこどこのチューハイみたいな。捕鯨船のチューハイ。内田のチューハイ。そういうコラボ商品たくさんあるじゃないですか。うん。そうだね。浅草天才焼きそばニューポイント。販売しております。そうです。はい、乾杯、乾杯、乾杯。浅草天才来たニューコイドでコラボ的なチューハイとか、これ連行の気持ちすげー欲しいです。これが美味しいね。うん。あ、これ美味しいね。茎わかめかしら。これは美味しいわ。うん。うん。これはうまい。素晴らしい、口の中カレー。うん、好きだね根菜が。好きな、僕は根菜が好きだ。あ、余計に余計に牛の味。うん、感じる感じる。うん、余計に牛の味感じる。辛っ。うん、牛感がすげえ。半端がない。うん。牛感が半端じゃないです。ああ、いいね。いいなあ。いや、幸せだ。幸せですね。幸せですか？幸せです。あなた今。うん。何よりそれが。うん、何より一番気がかり。うん、佐々木さん、
小学生ぐらいの時のなんかの CM ソングだな多分。多分そうですね、小学生ぐらいの時の。なんかの CM ソングですね、さださんの。あ、出す。よし、そういうことだぞ。やっぱ音楽ってすごいね、うん、やっぱ音楽ってすごい。いいことにも悪いことにも音楽が利用されますが、やっぱ音楽の力ってすごいですね。人間一人の心が動けば、音楽は悪い利用の仕方もあります。うちにしても力が強いということです。それでいいな。うん、おいしい。じゃがいもおいしい。チェンゲバラみたいに若くして革命。うん、めちゃめちゃおいしい。日本とマレーシア行ったり来たりしてね、このようにして、前の先生の話ね、非常にいい状態ですね。うん、うん、潤ってるね。うん、ああ、夏が来てるからもう完全に。皆さん本当ね、この何分経ちました？13分は見てないでしょ。最後まで見てる人なんかいないんや、うん、いいんです。それでさあ見てもらった方が嬉しいけど、まあ、日記みたいなもんだから。これは日記みたいなもんですから。しかしジャガイモほんとおいしいな。やばいね、香港仕立ての香港シャツ着てさ、だいたい、本から山手の駅までと同じくらい。
焼きそば食べて、焼きそば食べて、そうも食べないですよ。確かに。さすがにってどういうことなんだ。さすがにってどういうことなんだ。明日は金曜日だな。さっき朝一が忙しいんだよな。1時半2時ぐらいまでうわーってなんだよね。皆さん本当ありがとうございます。絶好調です。これ辛やば、やべえよ、やべえよ、本当に最高だぜ、これ最高だよな。控えめに言って絶好調だよな。おいおい、どうする？本当にどうします？絶好調っすよ、皆さん。僕は絶好調っすよ。信じられない。本当に。本当に信じられない。考えらんない。誰が何と言おうとですよ。誰が何と言おうと、私は木島晴樹でございます。絶好調男、絶好調人間だな。絶好調動物、アニも当たってるかどうか分かりません。それもまた人生。この夜食べるのもちょっと痩せてたんだろうな、これ。本当に太りすぎだから。まああと何日かやって朝に切り替えようか。でも何時よ、もうそんな時間どうやって作る。もう本当にもう、
下手っぴなもんで。発電所に突入する、ガー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 ヘドラメン。ガーガーヘドラメン、ガーヘドラメン。ということで、ピンキーさんからいただいた岩下新紹介、ボンバーさん、ボンバーさんのアグ軍団、遠藤さん、これはもう様々でした。アンマーのアンニャ、僕のおば、アンマーの同級生、まあ要は島の先輩、ふみこさん、えみこさん、ふみこえみこ、ふみえみ、ふみちゃん、えみちゃん、ふみちゃん、えみちゃん、そうやってもう女の子ばっかり。遠藤さんは男です。今日はとても美味しかったです。ごちそうさまでした。こんばんは、ちゃんとおやすみなさい。